自分で飲むなら、どの抗不安薬を飲みたいか教えてください。はい、こんにちは。睡眠専門医の厚見です。今回の動画では、お気に入りの抗不安薬、自分で飲むなら、どの抗不安薬なら飲んでみてもいいと思いますかっていうお話をしてみたいと思います。では、行きましょう。で、結論から言うと、お気に入りの抗不安薬はこの3つです。まず1つ目、セディール。2つ目、リーゼ。そして3つ目が、セルシンというお薬ですね。あーもういろんな意見が聞こえてきそうですよね。で、こっから先、じゃあなぜ自分が飲むとしたら、このセディール、リーゼ、セルシンというお薬なら飲んでもいいのかな、というふうに考えているかに関してお話をしていきたいと思います。一つ目がセディールというお薬です。ああもうね、これ特にお医者さんから声が聞こえてきそうですよね。こんな薬弱すぎるやろ。なんでセディールなんってね、聞こえてきそうです。ただ逆に言うと、いやいや弱すぎるからいいと思ってるんですよ、というふうにお返事したくなるんですよね。このセディールっていうお薬は確かに弱いお薬です。で、なぜ弱いかということがはっきりしていて、他の抗不安薬として使われている、まあ一般的にはベンゾジアゼピン系のお薬とは違って、脳の中で、ちょっと専門的な言葉なんですけども、ガンマアミノラク酸、ギャバっていう風なものに対する刺激作用がほぼないお薬なんですよね。じゃあ、ギャバを刺激するとどういうことが起こるかというと、ギャバの刺激によって、基本的には脳の中にある落ち着くための神経系を刺激をしてしまって、無理やり僕たちを眠くさせたりとか、筋肉の緊張をほぐしたりとか、痙攣を止めたりとかっていうような作用をもたらすわけですよね。で、ベンゾジアゼピン系のお薬を抗不安薬として使って、このギャバに対する刺激作用があることによって、不安を取るという作用だけではなくて、筋肉の緊張がほぐれて、ああ、肩こり楽になったとか、少し眠くさせてくれるので、よく眠れたとかね、転換発作とかで痙攣してらっしゃるような方を止めてくれたりとかっていう風な効果が、まあ、同時に与えられるわけなんですけれども、こう、実を言うと、抗不安薬に対するこういう筋弛緩作用とか、鎮静作用とか、抗痙攣作用というのは、よく考えてみたら余分な作用なんですよね。なので、抗不安薬、不安を抑えるというためだけの作用なのであれば、実は、ギャバ全体を刺激するという必要はないし、場合によっては、ギャバを刺激することによって、その先にあるドパミンという快楽をもたらすような神経系まで刺激をしてしまう場合があって、それによって依存傾向を作ってしまって、やめにくくなるというふうな結果を招く場合があるので、このセディールというお薬がギャバっていう風なものに対する余計な作用がないことによって副作用のリスクであるとか依存性のリスクという風なものを非常に低い確率に抑えることができるので、まあ、僕自身はこれを気に入ってるという風になってるわけです。で、じゃあ実際にこのセディールっていうのがどういう物質に作用するのかというと、実はこれセロトニンという物質に作用するんですよね。まあ、セロトニンという物質は聞いたことある方もおられるかもしれません。セロトニンを活性化することによって、抗不安作用と抗うつ作用があるんですよね。で、一般的にはこういうセロトニンを活性化することによって生じる抗不安作用とか抗うつ作用というのは、しばらく飲み続けないと効果が発揮しないというふうなことが分かっていて、まあね、ご存知の方もおられるかもしれませんけれども、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、SSRI っていうような抗うつ薬というのは、基本的には2週間以上飲み続けないと効果はないというふうなことも分かってるわけですよね。で、セディールに関して言うと、もちろんしばらく飲み続けるっていうふうなことで、抗不安作用、抗うつ作用っていうふうなものが出てくるというデータは当然あるわけですけれども、比較的短期間の抗不安作用というふうなものを発揮してくれるということが分かっていたりするので、ベンゾジアゼピン系のお薬を最初に投与して、副作用であったり依存性のリスクを踏むぐらいであったら、確かにギャバに作用しない分抗不安作用は弱いかもしれないけれども、まずはこのセディールというお薬で不安を取ってくれるというふうなことができないかどうかということは試してみる価値はあるんじゃないかなというふうに思います。で、一つだけ注意点があるとしたら、このセディールっていうお薬はギャバに対する作用がほぼないと言っていいので、ベンゾジアゼピンと全く似たようなところがないお薬です。
これを交差依存性がないというふうに言うわけですけれども、これはすごくいいことではあるんですけれども、逆にですね、これまでベンゾジアゼピン系のお薬を長く飲んでいらっしゃったような方に、ベンゾジアゼピンをやめる目的でセリールを投与した場合に、突然全部の薬を置き換えてしまったりとかすると、ベンゾジアゼピン系のお薬の離脱症状だったりとか、反調性不眠といった、まあ、非常に薬を飲む前よりもさらにひどい状態になってしまって、まあ、時々ですね、ものすごい不安に襲われたりとか、動悸がしたり、汗をいっぱいかいたり、で、あるいは全く眠れなくなってしまったり、というような、揺り返しみたいな症状が強く出る場合があったりするので、置き換え目的でセリールをベンゾジアゼピンに乗せ替えていくというやり方をする場合には、いきなりベンゾジアゼピン系を全部やめてセリールに置き換えるのではなくて、ベンゾジアゼピン系のお薬もある程度残しつつ、セリールにちょっとずつ乗せ替えていくというやり方をすることが非常に大事だというふうなことも覚えておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。一つ目はセディールというお薬でした。弱いけどそこがいいよというお話でした。で、二つ目です。それがリーゼというお薬ですね。クロチアゼパムという一般名です。これもですね、先生によってはこんな作用時間の短いすぐ切れる薬でええのっていうような意見もあると思うんですけど、そうそう、それでいいんですよというのが僕のお返事です。で、どういうことかというと、このリーゼ、クロチアゼパムというお薬というのは、まあ、ベンゾジアゼピン系のお薬に非常に近いような構造を持ったお薬なんですよね。なので、まあ、基本的にはベンゾジアゼピンと同じだと考えていただいてもいいと思うんですけれども、やはり抗不安作用自体は強すぎない、まあ、どちらかといえば弱い部類に入るお薬です。弱いから効きがいまいちなんじゃないのというふうに感じるかもしれないんですけれども、実際のところ、不安障害なんかで不安症状を起こしていらっしゃる方に、初めてこういう抗不安薬を投与するときには、むしろ僕は強すぎないお薬の方がいいんじゃないかなというふうに考えています。というのは、もともと僕たち人間というのは、仮に不安障害があったとしてもなかったとしても、一度ぐらいはね、不安に襲われた経験っていうのはあるはずなんですよね。つまり、これまでの人生の中で僕たちというのは、それなりに薬を使わなくても、不安を克服するとか、不安と仲良く付き合っていくっていうような手段というのを持っていたし、それを使いながらうまく生きてきたわけなんですよね。抗不安薬というふうなものを飲み始めると、あまりその抗不安薬の効果が強すぎるとですね、もう感動するんですよね。今まで持っていた不安というのがもう消し飛んでしまったりとかすることがあったりするので、あ、不安になったらこの抗不安薬を飲んだらいいんだという学習がなされてしまう場合があって、それまでの人生の中で用いていた不安と付き合っていくための方法を全部忘れてしまったりすることがあったりします。で、そうなってくると、不安になったらすぐ抗不安薬というパターンが出来上がってしまって、不安、薬、不安、薬という風な薬に対する依存という風なものがあまり抗不安作用が強すぎるお薬の場合には起こりやすくなってしまうので、まあ、やっぱり生まれて初めて抗不安薬を使うのであれば、抗不安作用が強すぎない、あまり感動的に効きすぎないお薬の方が無難だというふうな考え方があるわけです。だからまあリーゼぐらいがちょうどいいんじゃないかなというふうに考えています。で、作用時間がだいたい6時間から7時間ぐらいで、まあ、切れてくるわけですけれども、まあ、特にこれはですね、1日全体を抗不安作用によって覆い尽くさないといけない方の場合には、もちろん6、7時間では足りないかもしれないわけですけれども、多くの不安障害の方というのは、不安には波があって、強い不安を感じるときと、まあ、大して不安を感じないときというのが、差があることが多いわけですよね。で、できれば、最初の段階では少なくとも常に不安をゼロにしないといけないという考え方よりは、不安がすごく強まった時とか、これから不安を感じるけどチャレンジしようというような場面でこそ抗不安薬を使ってもらいたいなというふうに思うわけです。まあ、これを頓服的な使い方とかレスキュー的な使い方というふうに呼ぶわけですけれども、こういう頓服的な使い方、レスキュー的な使い方をするのであれば、まあ、6、7時間も効いてれば十分という考え方もあったりするので、まあ、少なくとも初めて抗不安作用を期待して使うときには、こういった強すぎないお薬を短めの作用のものの中から選んで、頓服的に使うというふうなやり方をした方が良いのではないかなというふうに考えています。
でね、一個だけちょっと気になるところがあるとしたら、このリーゼというお薬、糖異常といって、お砂糖でですね、錠剤がくるんであるんですよね。飲んだ瞬間、ほんのり甘いんですよね。うわ、甘くて美味しいお薬だというふうに印象に残ってしまう場合があって、そういう面から言うと、ちょっとね、抗不安薬が、あまり甘いというような印象を残してしまうという点で言うとね、甘いお薬によって助けてもらえたんだ、みたいなですね。またこれね、特徴がありすぎることによって依存を形成するというような少し懸念もあったりするので、この点がちょっと弱みかなというふうに考えていたりもします。二つ目がリーゼ、クロチアゼパムというお薬でした。初見雅彦の動画。で、最後三つ目のお気に入りの抗不安薬がセルシンですね。もう分かってます。皆さんの声というのは分かっていて、古すぎるやろっていうね、ツッコミが聞こえてきそうなんですけれども、確かにその通りです。1961年にこのセルシンというお薬は発売されたので、かれこれ60年以上前に発売されたお薬なんですよね。そんな古臭いお薬、なんで今更使うねんというツッコミは分かります。ただ、これもですね、そこがいいところなんですよというふうにお答えしたいんですよね。このセルシン、一般名ではジアゼパムというお薬なんですけれども、今お話したように非常に歴史が長い薬です。で、歴史が長いということはどういう意味を持っているかというと、良い面でも悪い面でもすでに検証済みだということなんですよね。で、良い面も悪い面も検証済みだということは、いろんなおかしな出来事が起こったとしても、それはですね、ネットとか文献を調べれば、過去にほとんどの方が経験済みの出来事であることが多いわけですよ。では、過去に起きた出来事というふうなものを検索することができれば、それに対する対処というふうなものも比較的取りやすかったりするので、確かに古い薬ではあるんですけども、歴史が長い分だけデータが蓄積されていて、対処もしやすい場合があるので、古いお薬には古いからこその良い面もあるというふうに僕は考えています。で、ちなみになんですけど、古い薬っていうのは一般的にそうなんですが、長く効くお薬であることが多くて、このセルシンというお薬も非常に長く体の中に留まっている薬です。先ほどのリーゼとは全く正反対のお薬なんですよね。だいたい体の中に短く見積もっても20時間、長いデータでは100時間ぐらい留まっているというふうな報告もあったりする上に、さらにこのセルシンという物質に関しては、体の中でデスメチルジアゼパムっていう代謝産物に変わっていくっていうふうなことが分かっていて、このデスメチルジアゼパムという代謝産物、体の中で変化した物質は、さらに2、3日の間、抗不安作用を残すというふうなことも分かっていたりするわけですよね。つまり、一錠飲めば2、3日の間、効果が持続する、非常に長く効いてくれる薬だということが言えるので、もしですね、1日を抗不安作用である程度覆った方がいいよっていうふうな状態の方であれば、1日1回セルシンというふうなお薬を飲んでおけば、それでね、丸々1日以上十分カバーができるというふうなことも考えられたりするので、もし長く効くお薬が必要なのであれば、歴史が長く、どんなふうな体の中で変化するかもよくわかっている、このセルシンというお薬を朝昼晩とかではなくて、1日1回、多くても2回ぐらいというようなね、投与の方法で試してみるというふうなやり方というのは悪くないんじゃないかなというふうに思います。で、歴史が長い分、このセルシンというお薬は非常に多彩な材形、お薬の形のものが発売されています。もちろん錠剤というものもありますし、注射薬もありますし、座薬まであります。で、当然ながら粉薬もあるわけですよね。粉薬があるということの一番のメリットは、このセルシンというお薬、ベンゾジアゼピン系のお薬を減らそうとしたときに、非常に少しずつ少しずつ少量ずつ減らすというふうなことが可能になるわけです。一般的にベンゾジアゼピン系のお薬というのを急激に減量すると平気な人もいますけれども、非常に激しい離脱症状というふうなものを出してくる方っていうのも一部におられたりします。なので、一般的にこういうお薬というのはゆっくり減らすということが原則なわけですけれども、粉薬があることによって、セルシンを減らしていくときに半分に割る、4分の1に割るというようなあまり正確でないやり方だけではなくて、粉薬に変えてちょっとずつ量を測りながら減らしていくというようなやり方も非常にしやすくなるので、ベンゾジアゼピン系のお薬にもうすでに依存してしまってらっしゃるような方の場合には、
一度そのお薬をこのセルシンという薬に入れ替えてあげて、その上で粉薬に変えながらゆっくりと減らすというような減量をしていく、弾薬をしていくっていう風な時にも、これはすごく使いやすいお薬だったりするので、散剤粉薬があるということも非常にこのお薬の強みなのではないかなという風にも思えるわけです。でですね、少し気になるところがあるというのは、このベンゾジアゼピン系のお薬に、まあ大体共通しているところなんですけども、まあいろんな症状に効きすぎるっていうことなんですよね。不安を取る以外に眠くもさせてくれますし、痙攣を止めてくれますし、場合によってはですね、こむら返りを抑えてくれたりとか、肩こりの頭痛を抑えてくれたりとか、まあそういったですね、一般的に僕たちが人生生きていく中で結構辛い苦しいなというふうに思えるような症状を、どれもこれもちょっとね、軽く楽にしてくれるっていうような特性があったりするので、こういうベンゾジアゼピン系のお薬を飲んで、いろんな症状に対して効いてしまったりとかすると、やっぱりこういうお薬を減らすときに、あ、せっかく肩こり頭痛取れてたのにということでまた飲みたくなるっていうようなですね、多彩な症状に効いてしまうことによるデメリットというふうなこともあったりはするので、あまりですね、そういった面ではこのお薬というふうなものもまず一番目に使いたいお薬ではないなというふうには考えられます。まあ言ってみれば、あまり使いたくないお薬の中ではまだマシな方じゃないかなというふうに考えているんだというふうに捉えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回は自分で飲むとしたらどの抗不安薬が飲みたいと思いますかというお話をしていました。今回のお話はですね、厚みの個人的な見解と、実際の論文などでの報告を元にしています。ですのでご自身の病気の治療に関してはあくまでも主治医の先生との相談で決定していただくのが一番大事なことだと思います。もちろんですね、今回の動画を参考にしていただくのは良いかとは思うんですけれども、ぜひ主治医の先生とこういったような意見もあるんだけれどどうなんでしょうかというふうな話し合いのですね、まあ、一つの道具にしていただいて、身のある治療につなげていただけると良いのではないかなというふうに思います。もしね、動画が参考になったと感じていただければ、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。まだチャンネル登録されていらっしゃらない方は、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではでは、じゃあねー。